いやー暇だな。ここ数日外しか見てないよな。はぁ、あ、改めましてこんにちは、霊夢とマリサだぜ。今回はこちらのゲームバトルフィールド5を実況プレイしていきたいと思います。初投稿なので色々と温かい目で見てやってください。ちなみにバトルフィールド5ってどんなゲームなんだ ?5 は第二次世界大戦がモデルになっていて、二つの国に分かれて戦う FPS だよ。ゲームモードはいろいろあるけど、今回はコンクエストをやっていくよ。ゲームルールはどういうのだ今画面上部に表示された、三つの拠点を確保して、敵を700と書いてあるゲージをゼロにしたら勝ちだよ。ちなみにキルしてもゲージが減るから、キルしたりデスしないようにするのが、大切だね。時刻は青、敵国は赤色になってるよ。今回は分隊長なのでポイント稼ぎに C 拠点でとどまるよ。そういえば今回の武器は何を使っていくんだ今回はスプルムゲベアーという初期武器を使っていくよ。結構反動も抑えやすくて扱いやすい銃だね。それじゃあ本格的に戦っていこうか。目の前に最前線ができてるな。ここで耐え抜かないと一気に押されちゃうから頑張ろう。半分くらい敵が入ってきてるな。当たるかわかんないけど黙々してみるか。当たったな。一度角度を変えて撃ってみよう。上はすごいことになってるな。一回下降りて着敵しに行こう。味方も降りたな。こういう時は味方についていくといいね。何回だな。おら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 。全弾外してますけど。そんなのはどうだっていいんですよ。ゲームとして成り立っていませんけど。一旦敵がいそうな通路側に行こう。ごまかしたな。銃声が聞こえる。今度こそ、おら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 。ほう、学習能力がない模様。しばしダイジェストをご覧ください。この先敵で適当だな。射程通りまくりだぜ。当たれ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 。角まきするぜ。何のこれ C?味方が裏取りしてくれたのでスポーンしました。ここは分隊長のスキルを使うところだな。スキルって今やったように分隊長はスモークや物資投下。このマップにはないけど方面遅延攻撃とかもできるよ。スキルは左下のポイントを消費してできるよ。ポイントって?序盤にやった拠点を取ったり、キルや分隊スポーンをして取れるんだよ。銃声が聞こえたね。味方がやられたな。もうダイジェスト終わってるんですけど。もう一度スモーク撃って混乱させよう。まだ拠点取れないのか。敵もしぶといね。北拠点取り始めたな。このまま押していきたいね。なんだか敵の匂いがするな。犬並みの嗅覚でっさ。本当にいた。おいボールハックか。初投稿でチートを疑われる悲しさ。味方の仇に。足音近いな。見つけた。いい気分ね。あちちちち。後ろにいたのか、気がつかなかったな。味方もやられてるからもうスポーンできないね。と思ったら近くに味方がいました。もう一度 A 拠点に向かいます。スモークを使って射線を切るよ。今敵がいたな。危ない、バレなくてよかった。ここで A 拠点を取れれば B 拠点が楽になるな。そうだね、だからなるべく長く生きよう。敵だ。おら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 。このセリフ言ってる時大体倒せてなくない?でもいいダメージ入ってる。あと少しで倒せそうだな。引き寄せて今だ。やばいやばいやばい。あっぶねー。まだいるのか。ねえ、もう一度確認したいんだけど。なに?その武器本当に使いやすいのか?使いやすいですよ、ただ。ただ?私の使い勝手が悪いんです。どうやらこっちが欠陥品だった模様。まずいな、拠点取り返されちゃった。一気にね。二気にね。さすがに無理だったな。ここは実家のような安心感がありますね。お前の実家過激すぎない?そんなことより皆さん、そんなことで片付けられたんだけど。何か思うことありませんか?そうです、研修です。答える権利剥奪されたんだけど。やはり初投稿ということで、あまりうまく研修ができておりません。そこで皆さんにお願いです。動画のコメント欄でこうしてほしいなどの、要望があれば、ぜひ書き込んでいってください。できる限り、面白い動画にしていきたいので、ご協力、お願いします。
それじゃあ、皆さんに伝えたいことも終わったので実況に戻るとして、試合も終盤に差し掛かったな。ただ、C 拠点が取られそうになっちゃってるね。でもここでみんな C 拠点に行っちゃうと B 拠点が危ういから、私たちは B 拠点に行こう。おっさりあったな。どこに敵がいるのかわからないときは、こうやって、ダイナマイトを投げるといいね。でも敵いなかったな。そうだね、どこにいるんだろう。なんか味方倒れてる。敵いるのかな。殺敵殺敵いっと。おっこいとお兄さん。続かずに行ってたら倒されてたかもな。よしこれで味方の蘇生ができる。だけどまだ敵いるな。まだあそこにいるのかもな。こうやって、少しずつ顔を出して。やっぱりいたな。こういう時にダイナマイト欲しいんだけどな。向こう側に弾薬箱あるぞ。よしあれを取りに行こう。よいしょっと。ダメージは入ったけど倒せなかったな。一応威嚇射撃はしてみるけどどうしようかな。味方の蘇生を優先させるか。 B 拠点が取られ始めたな。じゃあ私たちは A 拠点まで行って B 拠点の敵を交代させよう。弾薬もしっかり補充してっと。敵いそうだな。ナイス味方。そうやられちゃったか。どっちの拠点からも攻められちゃうから B 拠点まずいな。ちょっと待って。やばい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 。ひどくね。味方が C 拠点取ってるな。じゃあ B 拠点守りに行こう。また後ろの方にスポーンしたな。ある意味これはチャンスなのでは。どうしてだ。今さっきみたいに C 拠点から流れてくるからそこを叩けばいいってことよ。なるほど。捉えた。やっぱ私って天才なのかも。それは絶対にない。即答じゃん。いやいや、でも天才って偉いじゃん。だから私は偉人だよ。偉人の間違いでは。マリサさん、バカと天才は紙一重って知ってますか。もしかしてこいつ無敵か。雑談してたらいつの間にか C 拠点取り返してる。ただ、B 拠点には敵がまだまだいるな。そこ弾通るのか。味方が倒してくれるといいんだが。結構周りに味方いるから助けてくれないかな。いやありがとう衛星兵君。上の方も心配だったから見に来たよ。トープ。ダメージ入らなかったな。さすがにスモークだらけで見えないな。よし、一人倒しそびれたな。今の敵どこ行ったんだ。左側にも敵いるぞ。ほんとだ。マジか、あと少しで倒せたのに。下側にスポーンしました。角度を変えて撃ってみるか。そうだね、どこに敵いるかな。一回車線切りたいからあの列車に入ろう。ちょ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 。目の前にいたな。誰か助けてくれないかな。さすがに蘇生は厳しいんじゃないか。火炎放射器まで来てるし無理か。あの炎ってどれくらいの厚さなんだろう。湯船くらいかな。お前の頭はお花畑なのか。いやいや、私毎日紅茶飲んでるから頭いいよ、きっと。どうやらお花畑ではなく茶畑だったらしい。それにしても一向に戦況が変わらないな。どうにかしておきたいんだけど。すごいところにスポーンしたな。うわ、ナイスキルされた。バットでやられるとか体貧弱すぎない？ B 拠点が取られそうになってる。まずいな。さすがに C 拠点は取らせたくないので威嚇射撃します。ダメージ入らなかったってことは倒したのかな。まだ向こう側にはいるみたいだな。しかも LMG っぽくなかった。奥にダイナマイト投げて。はっぱ、ダメか。左から回って倒しに行けばいいのでは。それだ。もう味方が倒してくれたっぽい。また上もえげつないことになってるな。どうしようこれ、やばいやばい。二つ目も通るか。味方蘇生できるかな。蘇生してっと。よしできた。まだいるのか。味方に当たっちゃって自爆したわ。何してんの。そのまま敵との攻防をしてたら勝ちました。結構差をつけて勝てたな。このマップは B 拠点が重要だから、そこを取れたのがでかかったね。ということで今回の成績は28キル17デスでした。まあ、よくやった方なんじゃないか。順位も8位だし思ったより良かったね。面白かったよって人は、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。